うっとりするくらい美しいお花とともに。モデルでタレントの佐藤詩織が4月9日までに自身のインスタグラムを更新し、カルチャー雑誌ボーファット4月号の撮影カットを公開した。この日の投稿では、うっとりするくらい美しいお花とともに、と書き出し、お花とともに撮影された6枚のショットを披露。黒の鍵編みのカーディガンのコーデに紫のお花とのショット、赤のインナーに黒のスーツ姿の大人の色気漂うコーデに赤いお花とのショットを披露した。続けて、綺麗だな、可愛いな、だけではなくて芯の強さも感じられるお花ばかりだったので、その感情にぐいっと引っ張ってもらいながら撮影することができました。海も見えて、風も気持ちよくて清々しい時間だったなから、帰りにそのお花を美術さんにいただいて、終わってからもホクホク幸せな気持ちで帰りました。と撮影の思い出を綴り投稿した。この投稿には、しおりちゃんもお花も最高に綺麗で美しい、透明感、そしてクールな眼差しに見惚れてしまいます。うっとりするくらい、おすまししおりさん美しいです。など、様々なコメントが寄せられていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。